娘に電話する、お昼ご飯だ。あ、これ豆盆栽用の彫刻刀っていうか、うん、彫刻刀っていうか、取ってあげればいいじゃん、この後ろのこれ、ほら、もう燃えちゃった、銀シャリ刀、銀シャリ刀っていうのは前ね、発売したことがある。へ、細かい作業するときに便利なんですよ、こういうのね。はい、こんにちは。こんにちは、大野さんです。はい、盆栽大野です。これですね、はい、こちらの心拍は、はい、アマチュアの方が刺したまんま、もう 何年10年ぐらい本投げといただき、なるほど、10年も10年は経ってるでしょう。サイズちっちゃくとどまってるのは、とりあえず切ってるんだと思うんですけどね。もう鉢も小さいですから、はいはい、ただ手入れをしてないからね、こんなぐちゃぐちゃですよね。これをかっこよく改作してみようということです。株立ちっていうんですかね、これ株立ちですね、一本ですからね、構想としてはこう吹き流し、ほうほうほう、この枝が頭になりますかね、で裏枝何本残すかっていうのが問題なんですけどね、はい、だからもうこっちは全部削り落とす形にしたいですね。わかりました、じゃあやりますか。やりましょう、一気にいきます。はい、一気に、一気にいきますよ、バサバサバサってもう全部切っちゃいますからね、うん、この木がね、いらない、はい、これが生きてますけどね、全部これはいらない、それからこれもいらない、真ん中のでっかいのね、これもいらないでしょ、これもいらない。この辺にしとく、こんな感じでこの辺のゴミも取ります。これが全部人になる、そうですね、とりあえず整理してもうこういう感じになりました、ね、でこれを人にするのね、はい、皮をめくると、柔らかく柔らかく、やっとこうよりラジオ展示の方がどうでしょう、うちにたまたまあったからです。何だっていいんですよ。皆さんやっとこうかな、どうでしょうね、変な話、100均でも売ってますからね、はい、本当に簡単にできますよ。ひたすら剥くんですよね、はい、この枝半枯れしてるから硬いです、うん、枯れてると硬いんだよね、はい、ほらここ枯れてるもんね、あ、これも枯れてるかな、これがねこういう、うん、なんていう輪っかになってて歯がついてるんですよ、はい、これで取れるんですよ、これ枯れてると本当に困るよね。そうですね、うん、剥けないんで、剥けにくいですね、この枝はこの辺で切っとかないと、交差してるから、うん、少し残してね、少し削りね、でここでとっかえ、ここ細いとね入んないんですよね、こういうとこが、うんうん、こういうので、これ今売ってないのかな、盆栽世界さんで前通販で売ってました、ね、売ってました、ええ、でもなんか立派ですね、木箱に入って高く売りたかったっつって、こんな切っちゃうのあるんですよ、こういうほら隙間、こういうところナイフでやるんだけどね、普通は、でもこれあると怪我しないからいいですよね、こういうの、彫刻刀でやってるといっちゃうじゃないですか、夢中になって、うん、そうブスッとやりますからね、二度とやらないと思いました、僕はそんなに怪我したんですか、怪我しました、梅削ってたんですよ、あ、簡単じゃないですか、梅は危ない、うん、お、だいぶ、はい、これがね、可愛くないですよね、これね、このこれがさ、ほらこっちが枯れてんじゃない、はい、もっと潰したいんだよね、もっと自然な感じにしたい、ちょっとかっこいい陣が欲しいな、ちょっと悲しい悲しい悲しいです、悲しいです、何がですか、え、形がこれがもっと短くしたい、いや、あんま短いとこっちが大きいからね、なるほど、うん、おかしいんだよ、うん、これをね、もう一本抜きますけどね、今4本でしょ、はい、うん、もう一本抜きます、3本にしないといけないから、まあ、奇数がいいって言いますよね、うん、4本じゃちょっとね、この裏が剥けないんだ、中が、うん、これはやっぱり彫刻刀を入れるかナイフ入れるかしないとダメだろう、で、どれを抜くかだよ、はい、私的にはこれはいるでしょ、これかな、真ん中これ、ここが陣になってたら面白いかなと思うんだよね、なるほど、1本決断早いですよね、うん、そうですね、早いと思います、自分でも、うん、
早い。あんまり深く考えないタイプなんでね。感覚で。うん。そう、あんまり悩んでも大して変わんないんですよね、これ。私は切りすぎるんで、売れなくしちゃうんですよね。なるほど。1年待ちみたいな。意外と細かったね、これ。もうちょっと太いと迫力があるんだけど。これは細いな。面白くない。あとはね、植え替えの時に下をどう出すかな。なるほど。うん。まだこの状態ではね、決まらないんだよね。ちゃんと。これを曲げればいいんだな。うん、あの、生きてる人はほら、向いてから針金かけられるんで、これがね、ほら立ってておかしいでしょ。こっち流すんで、ジンも流していいんじゃないかなと思うわけですよ。今曲げと、ジン曲げとかないと曲げられなくなっちゃう。ああ、もう枯れちゃうと曲げられなくなるから、はい、店内だ。これちょっと大きいでしょ。このくらいになりました、はい、さっぱりしました。思い切った。思い切ってますね。思い切った。あと、ここら辺綺麗に磨かないといけないんですけど、とりあえず思い切って、ここまで来ました。枯れた枝と生きてる枝、両方いっぺんに混ぜましょう。こことここをつなげて、はい、で、これをこう、少し。するとこの陣が邪魔なんです。これが頭だから、はい、後ろの枝の方が太いんですけど、うん、ないとちょっと寂しいから、一応ね、まさかで、これでは売り物にならない。まあ、針金かけたまま売るっていうのは好きじゃないので、でもそれにしても、ね、じゃあこっちからこっちから回す。はい、これをどう持ってくるかなんだよ。よいしょ、よいしょ。書き流しなんで、あんま思い切ってね、曲げるっていうのも変なんで。そうですね。少しでいい。風を感じる。そうなんです。ような感じですよね。そうなんです。ざっとこのくらいか。はい、今のところはね。これが邪魔かな。これちょっと交差しちゃうんでね。最初は使おうと思いましたが、うん、意外と細かったんで、短めにして、少し。あとは、引っこ抜いて、根を少し上げて、もうちょっと削り落とす。うん、そうすると、ここの迫力が出るんですね。そうですね。なんだけど、それいっぺんにやると、針金かけた意味がないから、うん、これを、そうだな、植え替えはしたいんだけどね、まあ、とりあえずここまでやって、ここまで考えましょう。はい、やるか。いやお任せします。これね、抜けないのよ。根が張りすぎてて、すっごい植え替えてないのが分かりますね。抜けないんですよ。あ、取れた、ほら。そうしましたら、少しね、ここ、落として、もうちょっと見せる。うん、ここはね、埋まっちゃってない方が面白いと思うんですよ、うん、ね、この状態がわからないから。相当カチカチですね。うん、カチカチ。やっぱ保護した方がいいでしょうね、今こんだけやるんならね。でも心拍はほら、継ぎっぱにならないように、冬の作業だから。そうですね、うん、しょうがないですよね。こんなことをあの春にやったら全部継ぎっぱになってしまいます。あ、そうですか。春から夏は触るなっていうのがテーマです。あ、でも賞によるんだよね。なんないやつもあるからね。なるやつとなんないやつとありますよ。だけな冬がいいっていうことですか。思いっきり開作するのは、あの秋から冬にかけてやると継ぎっぱにならないっていう説があるんですよ。だから一応それは守ってますけど、うん、前に一回春に思いっきりやったら全部継ぎっぱになっちゃったから、合ってんじゃないかなと思うんですけどね。もともとそんなに心拍ばっかりやってるわけじゃないので、先人の教えを守っております。すごいこれ、もうガチガチ取れないですよ、ね、そうです。網が取れない。あ、取れた。もう作業して膝が汚れるんですけど、このエプロンつけてれば大丈夫。そうなんですね。ここまでね、来てますからね。長さが素晴らしいですね。うん、確かに。
らね、さっきの針金が邪魔してますよね。今日ね、ここまでやるつもりじゃなかったんで。振り込みはするつもりなかったですね。そうなんですよ。やっぱりこれは邪魔だけど、ここが削れないですもん、これがあったら。うん、だけども、こう回さないと流れないからね。難しいね。どうしましょう。続きができません。ここが向けません。あ、自分がね。そうそうそう、ここ向きたかったところが向けないんです。しょうがない。埋め替えするつもりなかったですもんね。やってみたくなって、もう全然違う形になるんじゃないかと。この間がね、綺麗にならないんだよね。それから石灰溶剤剤もね、塗りたいですよね。もうちょっと綺麗にしてね。そうですね。ここがさ、綺麗に出したかったところ。芯まで出ないね。ここに枯れ枝が1本ある。まあ、塗らないとこれは白くはならないでしょうね。洗って。古い土を少し落としてあげましょう。はい。どっちでも見られっかな、うん、どう、どっち前だ。僕もね、どっちかなって思ってます。そう、自分ではこっちのつもりで始めたんですが、はい、この陣の感じがこっちがずっと向けてくると、うん、これ頭でもいいかみたいな。そうですね、うん、そしたらこれもうちょっと下げてもいいよ、うん、みたいな、そんな感じですね。やりながらどんどん変わっていく。根をほどいてみないと最後のとこわからないかな、うん、楽観がないけどあれだね、常滑の楽観なしの有名なやつだ。有名な人、有名なやつなんだけど楽観がないの。へえ。常滑、あったあったあった、ありました。ここにあるんだ。あ、古いな、ほら読めないで私。お父さんじゃないとわかんない。水晶園。あ、水晶園、水晶園、鉢屋さんだよ。あ、じゃあ違うのか。あの盆栽屋さんじゃないよかな。その楽観なんだっけ。その楽観、その楽観、うん、分かる方はコメント欄に。あの常滑のほら、これでちょうどいいからこれにします。心拍は主での鉢がいいと言われてますね。うん、うん、やっぱりね、四角いの探したんですけど、はいはい、ぴったりのがない。なるほど。やっぱね、鉢はいっぱい持っててもぴったりのはなかなか無理。だってもう何万個ってぐらいあるじゃないですか、鉢。そうです。それでもやっぱ見つからないっていう。そうなんですよ。見つからないんです。鉢はだからもういくらでも、いくらでも欲しい。うん、いくらでも欲しいですよね。でもね。ただ持ってて使わないのもね、一生使わないのもありますからね。ああ、そうでしょうね。マグアンプ系です。はい、マグアンプ系です。で、これ前後ろ。どっちでもいいかなみたいな。どっちでもいいかな。うん、そう、これからのあのデッキで考えましょう。ギュッギュッと入れてね。このくらい詰めちゃえば葉っぱも。これちっちゃい鉢なんだ。うん。うん。だってこの大きさだったらやっぱこのくらいじゃないと。うん、そうですね。おかしいと思います。もともとの鉢がやっぱちっちゃいから。あ、そうですよね。ね、ほら。そうですね。うん。ちょっと土落としたけど。このくらいじゃないと合わないと思いますよ。でもね、そんな切ってないですもんね。うん、ちょっとあの土を落とすときに取れちゃったっつだけで、うん、切ってはいないですからね、今回。変わった。よいしょ。おちょっとしか入んないけど、でも豆盆栽ってこんなもんなんですよね。うん、植え替えても本当に5ミリとか1センチ、1センチじゃないな、5ミリぐらい土入れて植え替える。5ミリっていうのは鉢と根っこの隙間が5ミリ。あ、5ミリぐらいで土を入れ替えてくるんでしょう。水が怖いんですよね、僕はもう怖い。大丈夫ですよ。結構大丈夫じゃなかったなかったですか。普通の木と同じにしちゃダメだったんですね。あのね、回数は同じなんですよね、うん、あのタイミングなの。あ、あと1時間してやろうかなと思ったら豆だけやんの。なるほど。そう、先に乾くんです、ね、先に、ね、その1時間がすごいタイミングなんですよ、うん、だからどこで判断するかっていうのがねあるんだけど、土をねよく入れるのは大事なんです。そうですね。ちょっとこれ化粧だから、はい、あの綺麗に見せるためだけの、うん、これで植えちゃダメです、はい、あとは水を吸わせてからもう一回、ちょっと汚いんで、水汚いですけど、あ、よし、これからまた出てるとこをちょっと切ります。こういうのがね気になるの、私すごい気になるの、こう出てるのが嫌なんですよね。
この辺も削りたいけどできなかった。まあこんな感じで、はい、こっちを表にするか、こっちを表にするかは、うんうん、こっから曲げるこのこちらのね出来次第、これがほらあれしてるから、これをちょっと曲げないといけないね。でももう疲れました。はい、こんな感じですかね。いいですね。可愛いです。でここをもうちょっと綺麗に磨いたら、石灰溶合剤塗って真っ白にするんですけど、もうちょっとこれがちゃんとしないとね、うんうん、塗れないから。もうちょっと後になります。そうですね。あとはつまんで肥料やって、これ1年ぐらいすれば格好はつくんじゃないかな。うん、1年かかりますよね。こういうのをするとね。粒はね飾れませんね。流れが出て。どうですか。うん、やっぱ形はこういうね流れを見せるというか。うん、あとはもう好みですね、はい。基本みたいなものが。というわけで株立ちの心拍を作っていただきました。どうですか。これから磨いてね、うん、ちゃんと白くして、はい、でこっちもこういう小枝もちゃんと針金をかけてね、細かくね、が1年後というお楽しみと、はい、いうことです、はい、でこれをもう一本あるんですよね、はい、はい、ここにもう一本同じような木があるので、これを私ちょっと今日購入して帰りまして、他の人にも作ってもらおうという感じで、はい、ね、それぞれの違いこういうの出ると思うんで面白いかなと思います。大丈夫ですか。はい。この後じゃあランチをね、はい、バーベキューを一緒にさせていただきますので、はいはい、ごちそうさまです。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。